舞は自ら命を絶った。あのマウスの話はきっと俺に何らかのメッセージを送ってくれていたに違いない。クソ、何も気がつくことができなかった。あれからというもの、どうも食欲がない。彼女の死が原因で俺の精神はボロボロになっていた。どうして何も言わず死んでしまったんだ。ここはどこだ。お、気がついたか。あの、どうして俺はここに。お前さん、道端に倒れていたんだよ。ああ、そうでしたか。まあ、俺らが見つけなくてもセキュリティ AI が発見していれば病院に連れて行かれて精神安定剤をしこたま飲まされ植物のように生きるという選択肢もあるがね。助けてもらったみたいでありがとうございます。ああ、そんなことは気にするな。それよりなんで人間があんなところに倒れていた。大切な人を失ってちょっとショックを受けて。そうか、ここにいる奴らもみんな似たようなもんだ。はあ、皆さんはどういった集まりなんですか。俺たちか。俺たちは、あ、そうだな、レジスタンスだ。レジスタンス。そうだ、怖いか。いえ。ははは、だったら食え。今日はごちそうだ。ノウサギの肉だ。え、いや、俺はちょっと。いいから食え。うまい。あの、どうしてゲンさんはレジスタンスに。そりゃあ、俺は俺の力で生きたいからだよ。AI なんかに生かされてたまるか。でも、この世界から AI を排除することは難しいのでは。そうだな。でも、抗うよ。死ぬまでな。死ぬまで。そこまで AI を憎むのはなぜですか。自動運転の貨物トラックが走っていた。すると突然ブレーキがいかれちまったらしい。止まることができないトラックの前に人が数人いた。右にハンドルを切ると支配層の老人が死ぬ。
左にハンドルを切れば、名もない母親と娘、息子、3人が死ぬ。この時、AI はどっちにハンドルを切ったと思う？左にハンドルを切ったんですか？そうだ。奴は一瞬にして俺の家族を奪った。だから、俺は絶対に奴らを許さない。奥さんと息子さんが3人対1人だぞ。年齢から言ったって未来のある年齢と未来のない年齢だ。絶対許さない。たとえ無駄なことだとしても破壊し続けてやる。生きる目的を失っていた俺は、源さんと行動を共にした。セキュリティ AI の破壊や、人工知能サーバーの破壊など、平和に暮らしている人には悪いが、俺は初めて生きていることを実感した。だが、ある日の作戦中、ケンさん、大丈夫ですか？ケンさん、俺はもうダメだ。置いていけ。いえ、大丈夫ですから、しっかりしてください。いいんだよ。半分機械になって生きていくくらいなら、俺は死を選ぶ。ケンさん！この作戦で俺もセキュリティ AI に捕まった。破壊行為に対する厳罰を受けることになった。と言っても、この時代に犯罪者を閉じ込める監獄などはなく、チップを埋め込まれ家に帰された。そして家には24時間監視するためのロボットが俺を待っているはずだ。お帰りなさい、ご主人様。マイ！